今日存在するレースには必ず何らかの規則、つまりレギュレーションがある。現存するレーシングカーはいずれもレギュレーションの範囲内で作られている。この X2010 は様々なレースレギュレーションから解放されて本当に地上最速のレーシングカーを作ったとしたら一体どんな形になるのかというグランツーリスモのファンタジックな夢から生まれた架空のレーシングカーである。 X2010 プロジェクトのパートナーはレッドブル。世界一流のレーシングカーコンストラクターレッドブルレーシングをグループ内に持つ。そのレッドブルレーシングから世界的なエアロダイナミクスの専門家でありレーシングカーデザイナーであるエイドリアン・ニューイのプロジェクトへの参加が決まった。当初の X2010 は空気抵抗の少ないシングルシーターホイールカバードプロトタイプというコンセプトとウィングカー構造、下級エンジンによる1500馬力の出力から最高時速400キロオーバー、最大横加速度 60 を目指していたが、マシンのコンセプトとデザインスケッチを見たエイドリアン・ニューイはレーシングカーデザイナーとしての長年の夢であったファンカーテクノロジーの追加を提案した。ファンカーとはマシン下部の空気をファンによって強制的に吸い出しアンダーフロアの空気圧を下げることで路面に吸着させ車体に強力なダウンフォースを与える仕組みである。ファンカーの威力は歴史が証明している。1970年のカンナムにシャパラルが 2J というファンカーを投入。あまりの戦闘力の高さから1年限りで封印された。 F1 でも1978年にブラバムが BT46B というファンカーを投入し圧倒的な速さで開幕戦を勝利したため一戦限りで禁止されている。ファンカーは速度と関係なく一定のダウンフォースを発生させることができるのが特徴で低速コーナーでのコーナリングスピードを上げることが可能だ。テクノロジーの検討とエイドリアン・ニューイによる細部へのアドバイスを受けて再びデザインされた X2010 は滑らかなグラスキャノピーとタイヤをカウルで完全に覆ったことで得られる低い空気抵抗、そしてファンによる低速からのダウンフォースに加え前後ウィングやディフューザーによる高速時のダウンフォースによって最終的には最高時速500キロ以上、最大横加速度 8G 以上を実現することになった。これは生身の人間が耐えられるほぼ限界と言っていいスペックである。マシンのシェイクダウンテストを担当したのは F1 ドライバーのセバスチャン・ベッテル。ベッテルは最初の走行で鈴鹿サーキットにおいて F1 マシンが持つコースレコードを20秒以上も縮め X2010 のポテンシャルの高さを引き出してみせた。 X2010 はグランツーリスモとレッドブルが想像力を駆使して生み出したスピードへの夢そのものだ。君も地上最速のマシンを体験してみよう。